実にわかめ愛しい面影の沈丁家溢るる涙のつぼみから一つ一つ香り始めちゅう。それはそれは空を越えてやがてやがて迎えに来る春よ遠き春よ、まぶた閉じればそこに愛を苦しい君の懐かしき声がする。君に預けしわが心は今でも返事を待っています。どれほど月日が流れてもずっとずっと待っています。それはそれは明日を超えて、いつかいつかきっと届く春よ。まだ見ぬ春、迷い立ち止まるとき、夢を呉し君の眼差しが肩を抱く。夢よ朝き夢よ、私はここにいます。君を思いながら一人歩いています。長トゥトゥ雨のごとく流るる花のごとく、まだ見ぬ春、迷い立ち止まるとき、夢を呉し君の眼差しが肩を抱く。春よ遠き春よ、まぶた閉じればそこに愛を苦し君の懐かしき声がする。春よまた見ぬ春、迷い立ち止まるとき、君の眼差しが肩を抱く。流るる春のララララ、レレ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 、ボボボン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 、リリリン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 、
ここまでやると思わなかったな。ベルフ、ベルフ、マジで。あの静かさ、そろそろやめない？そうだね、もう、ありがとうございました。まあまあ完璧にできたと思う。そうだね、なんとかやってくれるよね。うん、チャンネル登録お願いします。お願いします。高評価も。そうですね、じゃあ帰って二人で骨折しよっか。骨折しようか。アキレス腱でも切ってくれる。ありがとうございます。マジで。無茶ぶりにはなっちゃうんですけれども、はいはい、ちょっと今回あのお二人にやっていただきたい企画がありまして、はい、一旦ちょっとこれをスタッフの方からお渡しするので、ちょっと鬼滅の刃ってご存知ですか？はい、私あの映画も見に行きましたし、本は7巻だけ買ってみました。なんで7巻だけ買ってみました？グレンネと同じ人なの？そう、そうです。同じ。あ、そう。ちょっと待って、それ、それ今気づいたんです。それ女の人のやつじゃん。これ炎ってグループだと思う。嵐と炎。でこれを、はい、あのぜひ布施さんとミラクルさん2人に歌っていただきたいなと。え、今？さよさよなら、ありがとう、声の限り、悲しみよりもっと大事なこと。さりよく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思っていたように、君のようにね、もう一回聞かせてくれる？では玉置浩二で行ってみたいと思います。さようなら、ありがとう、声の限り、